のカードショップに行く予定です。本当は12月に行く予定だったのですが、バイクのバッテリーが上がってしまい、おまけにその他もろもろ問題が発生してしまったので行くことができず、結局この土日に行くことになりました。ほんと反省。最近メンテナンスサボってましたし、ダメですね、サボっちゃ。んでフルカードはこんな感じなのですが、ただパラパラ見てもしょうがないので、ちょっと雑談をしていきたいと思います。というのも今年は少しやりたいと思ってるのがあり、それがライブ配信なんですよね。まあさすがにライブ配信で引退品を開封すると、住所とかその他個人情報が流出する恐れがあるので、それはさすがにできないのですが、引退品から出たボックスやデッキを開封したり、雑談配信とかゲーム配信はしたいなと思ってるんですよね。まあ環境を整えないと話にならないので、少し時間はかかりますが、やりたいと思ってます。ゲームはポケモンカード GB とか配信してみたいですね。というのも実は自分、ポケモンカードのルールをアドバンスアドベンチャー時代にやってただけなので、ルールをすっぽり忘れてしまってるんですよね。なのでポケモンカード GB やりながらみんなにルールを教えてもらおうかななんて思ってます。あとポケモンカード以外のゲームもちょいちょいやってみたいですね。まああまりゲームは詳しくないですが、 FF などやったことないゲームをやってみたいですね。あと雑談に関しても同じく、ポケモンカードのこともそれ以外のことも話したいなと思ってます。まあ自分が知ってるのスポーツかバイクに関してになるかなと思いますが、とりあえずのほほんとやっていきたいですね。ちなみに動画の更新頻度はこれまでと変わらず、追加でライブ配信したいなと考えてます。ただ、さっきも言った通り環境を整えないといけないので、まだまだ時間はかかるかと思いますが、もしライブ配信をやることになったら、その時はぜひよろしくお願いします。あと他にしてほしいことがあれば、コメントやツイッターにて書いてくれたら嬉しいです。以上が売るカードです。では売ってきます。買い取りに行ってきました。では結果を見ていきたいと思います。まずはカードラボさんの結果から。買い取り結果は 23,700円でした。やはり最低保証が高いと良いですね。では次、ハレツーさんの結果です。買取結果は 113,830円でした。古いカードの買取が結構高くて、個人的にかなり得したなと感じましたね。と言ってたら最後、カードラッシュさんの結果です。
くれるの結構ありがたいなと感じます。ということで今回の買取結果はこうなりました。以上で動画は終了です。また次の動画でお会いしましょう。